こんにちは、佐藤晴美です。今日はスナイデルの撮影です。もうすでに可愛くてテンション上がってます。頑張ります。今メイクが終わりました。今日はこんな感じです。シャドウとチークがちょっとほんのりピンクにしてもらって、今日はマスカラもしていません。今日はちょっとナチュラルに仕上げてもらいました。はい、髪の毛もねちょっとこの前の方を切ってもらって、いつもよりも短めになっています。で、今日はねこちらにあるお洋服を着るみたいなんですけども、すごいね、春夏で、すごい色がまた差し色で入ってきたりとか、そうね、意外とビビッドな色もあれば、うん、モノトーン、そういうモノトーンね、モノトーンもねこう入ってくるので、ちょっと辛口な、うん、うんうんうん、ハルちゃんそのグリーン似合いそう。え、すごい可愛いこれ、ね、これとかもすごい可愛いし、可愛いストライプがね今季推しだったりもするので、うんうんうん、そうそんなのもちょっと取り入れながら今日は組んでみました、うん、素敵、楽しみです。イエイイエイイエイ。今日の撮影すごくマイペースに楽しくやっております。このコーデ、そうですね、ベージュとブラックっていうあの組み合わせがすごく大人で、なんかこうパッと見の印象すごい素敵だなって思いました。そうですね、私撮影の時によくつけるかな。やっぱり大きいのがあるとちょっとね顔が小さく見えるのでいいですよね。これはですね、肩のふわっていうボリュームと、あとこのウエストがキュッてなってるこのバランスがとてもとてもスタイルのよく見える、あの素晴らしいこうコーディネートだなって思いました。マーメイドのこのデニムドレスもすごい素敵で、女性らしさも一段とアップするアイテムだと思います。このコーデめっちゃ好きです。私結構一番好きかもしれないです。ここにボタンがついてて、こういう着方もできるし、普通にこうボタンを閉めてこう 2way でこのシャツは楽しめるみたいなんですけども、なんかこの緑のちょっと強い色なのにこの肌見せをしつつ、なんかそのバランスがすごいスナイデルっぽくって、でちょっとなんか新しい感じがあって、このコーデはねこうブラックでちょっとブーツで締めてるっていうところもモードさもありつつ、あの可愛らしさもありつつ、すごい好きなバランスです。じゃあ結構このジャケットが最初見た時に、あ、可愛いなって思ってました。ホワイトでちょっとしっかりしてる感じに見えるんですけど、すごい生地も柔らかくて、あの日常にすごく馴染みやすいのかなって思うので、でこのデニムがちょうどいいというか、形もすごい綺麗で、身長高い人もあの長さ気にせず着れると思いますし、いろんなスタイルに合うすごいベーシックな形というのかな、すごい使いやすいと思うので、うん、これもおすすめです。あー、すごい上手じゃない？私お疲れ様です。はい、今回の撮影で、はい、はるみちゃんが気になったアイテムはありましたか？気になったアイテムは何個かありまして、はい、1つ目があのグリーンのシャツと、あと黒のスリットの入ったスカートのコーディネートと、あともう1つがベージュとあのブラックのワンピースと、あと最後があのツイードのジャケットと
デニムのコーディネートの3つがちょっと私はお気に入りかなと思っています。はい、ツイード私結構好きで、よくこうネットとかで見て、あ、可愛いなとか思ったりするんですけど、今回すごく着やすくて肌に馴染みやすい、なんか全然硬くない生地で、すごいデイリーに使えるツイードだなと思って、あと緑のグリーンのシャツのコーディネートは今までにないスナイデルさんの新しい一面だなって思って、なんかこうすごくカジュアルでちょっとスポーティーさもあって、すごいその新鮮さが好きでした。で最後のワンピース、このワンピースはもうザ・スナイデルっていう感じで、もう王道、もうスナイデルファンの皆さんには私からも絶対的におすすめする一着です。はいはい、今回はですね、私個人的にはスナイデルさんと2回目の撮影だったんですけども、前回とはこうまた違った一面が見れるんじゃないかなと思うので、皆さんルックの方を、たくさんじっくり見て、春夏のファッションを一緒に楽しんでいけたらなと思います。バイバーイ